はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドの、またシングルランクマッチやっていくんですけど、ちょっとね、受けループでほんと勝てねえと思って、ハッピーじゃないや、トゲキッス、ポリッツ、エースバン、カバルドン、ドラパルト、ミミッキみたいなね、そういう構築も使ったんですけど、まあ、なんか、ゲームの組み立てが全然わかんなくて、僕には受け回ししかないなと思ってね、まあ、潰し枠を入れた、こう、受け3攻め3とか、受け4攻め2ぐらいの構築はね、割と好きで使うんですけど、ちょっと今回は受け6で徹底的に、あれをいろいろ他の要素を排除してやっていこうかなと。で、どうしようかな。できればゴリランダー、バルジーナ、カバルドン投げたいかな、割と。そういう気持ち。バルジーナでドラパルトまである程度いけるから、ゴリランダーから入って、バルジーナ、で、パチンコとドサイとかがしんどいからカバーみたいな。こういう感じでいいかな。ちょっと抜けには投げれないし、ハピは役割対象がほぼいないのと、ヤドランもエースバンいないし、まあ、ドサイには弱くない。ドサイと、あれだな、焼き鳥には弱くないんだけど、まあって、パチンコとゴリランダに弱すぎるし、まあ、こうなりますかね、戦術は。まあ、割とドラパルトがきついっちゃきつい。から気合でなんとかすると。だからドラパルトさえなんとかできれば、まああとパチンコ次第か。パチンコドラゴンがやばい方だとやばいんだよね。てかもうでもそれはでもなんかどういう並びにしてももうやばい場合はやばいしかないんだよ、パチンコドラゴンに関しては。これあんまいい対面じゃないよな。まあ、バルジー引きで。まあ、ゴリランダにはバルジーナ結構一方的に強いから、この枠、エアームドと、どっちかなって感じだったんですけど、まあ、エースバーンにもまだいけるっていうところと、まあ、その分、ドリューとかが無理なんだけど、まあ、ヤドランいるし、ダイマ切ればヤドランで、まあ、みたいな、雰囲気なんでね。叩き。オッケー、ゴリランダの残飯が叩かれるのが、いっちゃんやばいから、こいつが叩かれるのはまだ良くて、ここ毒刺すか。ゴリラに毒入るならよし、裏の変なのに入るのもよし。みたいな感じですね。まあ、ゴリランダーは、バルジーナ永遠に裏から投げとけば、止まるから、そう、できれば裏のやばいのに、そう、こういうのに毒刺したいんだよね。こういうのに毒が入ると、結構楽になってくると。まあパッチラゴンでラムは基本的にはいないはずだから、スカーフか弾だと思うんだよね。時々こだわりハチマキ持ってヒヒダルマになろうとするパッチラゴンもいるんですけど、まあ、ここはカバルドン引きで、まあ、激輪でも電口打ってほしいのが本音だけど。でどうしようかな。最後ゴリランダーの対面性能で冷たいから、これだと特殊ドラバが無理だな、やっぱ。メガネ10万とかがあると。ダイマックスでね、こだわりを解除されるっていうのは結構しんどかったりして、って感じなんですけど。あいつ悩んでるね。ダイマックスを切るか、それともみたいな感じなんだろうけど。電口打って電口。サービスしてくれ。優しい攻撃してくれ、マジで。ダイマックスは、まあでも使わせれるんだったら悪くはないけどな。ツバメ返し。ああ、これゴリランダ引き読みか。なるほどね。はいはいはい。パチンコドラゴン、弾か。オッケー、スカーフじゃないことが分かったから、最悪これ最後ゴリランダではめれるから、定数。入るあれはもう入ってるからね。そうなると、ステロマ来たい気持ちだな。ステロマいとくか。ゴリランダーだと、あくびの場合に。聞くな、ラム持ちが多いせいで、カバルドンはちょっとしんどいよね。普通にカバルドンを、まっとうな目的で使ってる人はちょっと気の毒だけど。オッケー、引き。ゴリランダーじゃないかな。ゴリランダーだよね。オッケー。
このゴリランダー出しは全然問題ない。こっちは一生バルジーナ投げてくだけだから。うん、ステロ巻いて。本当はカバルドンと組ませるんだったらバルジーナ防塵にしときたかったんだけど、どうしても、やっぱ大フォローに、怖いんでっていう。まあ、物理ドラパに限った話になるんだけどね。特殊だったら結局無理なんだけど、ここ、交代読んでくんのかな。まあ、ラムだったら余裕で剣舞が押せる場面だけど、はたき剣舞、グラススライダー、バカ力とかかな。でもドラマタックは刺したいと思うんだよな。だから草技でそれで2枠っていうのもちょっとね、どうかって感じだけど。ウドハン、ハチマキ？いい火力出るな、こいつ。こいついいパワーしてるよな、本当に。多分ウドハンあるってことはハチマキなんじゃないかな。そうなると、まあ、羽をしたいとこだけど。まあ、ゴリランダに毒さえ入れば逆にこっちのゴリランダで詰めれるんだけど。まあ、微妙なとこだな。なんとも言えない感じ。引き、オッケー。パチンコ？鬼しずくもん。え、こいつバルジーナでいけない？無理かな。ここバルジーナでいけるっていう元に考えてるんだけど、バルジーナぶっ殺せる技あんのかな。鬼しずくでも遅いよな。鬼しずくも特殊がちょっとだるいけど、鉄壁から入るか。ただステロ負けたの結構おいしいな。鬼しずくもオッケー。鉄壁先に打てるよね。特殊やめて、特殊やめて。特殊使ってるやつバカだよ。種族値見たことないよ。ねえ、なんで特殊なんだよ、お前それで。ポケテツ見たことないでしょ。絶対ゲームウィズ見てるでしょ、この人。マジか。まあでもハイドロポンプだから幸いにも。羽でかわし待ちして、毒刺して引くみたいなノリでいいんじゃないかな。で、ダイマックスをどっかで切ってくるはずなんだけど、その時に、ゴリラに引くタイミングでなぁ、虫技飛んでくるとうざいけど、特殊で水技ってあんの？虫技ってあんの？このポケモン。ダザメキ、交代読みだね。いや、結構入るな。結構痛いね、俺。毒刺したいな。毒刺すか。うわぁ、ここでダイマックスかぁ。だったらもう一回羽だったなぁ。深い羽をしてなきゃいけなかったなぁ。あーもう。いやー勝てねー。毒が入るのは偉いんだけど、ドロポンだよなー。あ、ダイワームなんだ。でも耐えないよな、それさすがに。さっきあれであのダメージなんだから。耐えろ。オッケー、耐える。これ、えら。急所？ふざけんな、お前。なんだ、急所だよ。ふざけんじゃねえぞ。ここ。いやー、ただ、バルジーナをじゃあ残して、どうかって話だよね。羽を吸うしかないか。結局、どっちみちだから。ただ、耐えないんだよなー。おそらく。ストリーム。無理だよなぁ、くそ。かといってあの HP で引いてもって感じだったしなぁ。ダイマキルまでバルジで羽連打してドラゴリランダに引っ掛けたくなったかな。ゴリランダ投げて。いやぁ、このゴリランダじゃゴリランダに勝てなそう。勝てなそう。まあ身代わり連打でいいんだけど、ここは
あとは、カバルドンの HP の高さで TOD ができないかどうかみたいな感じかな。一体落ちないと、結構お話にならなくて、身代わりが残った状態で裏のゴリランダーとは対面できるんだけど、そこを押し込めないよな。どう考えても。しかもこいつも、いや、持ってるはずザザミキだから。ダイマックス切れたらこっち側は殴んなくちゃいけないんだよな。ただいや、裏のゴリランダの技見てから、こっちはカバに引くかどうかみたいなノリだよね。ってなると、ここはドラムアタックで倒せるかな。一回守るべきか。落ちなそうだな。一回守るか。多分落ちないと思うんだよな。引かないなら OK で。終わったらぬ、いやー、抜け忍じゃあのメンツに出せたかっていうとな。無理な匂いしかないよな。毒ダメが結構これででかくなってきてるよね。で、ドラムアタックして、一体取らせてくんないかな。これ倒せるよね、さすがに。フィールドも乗るし。ああ、OK で。パチンコドラゴン。おそらくツバメ返しなんだけど、こっからは身代わり連打でいいよね。いや、パチンコドラゴンこんだけ。で、こいつから出てきてこいつ削らしてくれんだったら TOT で勝ちだわ、多分。いけるいけるいける。ツバメ返し。これじーっとしてるだけでいいからな。だからゴリランダのヒットポイントを少し保たないといけないよね。まあ、弾ダメもあるから、決して悪い状況ではないんだけど。まあまあ、でも、鬼滴もってヒットポイントまあまああるポケモンだよな。だから、TOD のダメ、ヒットポイント総量と削れ方のあれ的には、そんなに分の悪い勝負じゃないと思うんだけど、ここは守っていいや。パチンコドラゴン半分削れたら、こっからゴリランダ出てきても、勝ちだね。OK。危な。TOD に救われた試合でした。もう一戦いきます。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やってきます。またパチンコドラゴンいんのかよ、こいつ。どこにでも出てくんな、本当に。どうしようかな。まあ、リザードンとコータスのためにハピは持ってきたいでしょ。いやー、ハピも。でもリザードンとコータス、ハピじゃないと。無理だよねー。さすがに。抜け人を出せるような相手でもないよな。パチンコドラゴンとドリルを1体で受けなきゃいけなくなるわけだから、無理があるでしょ？そうすると、カバルドン、いやー、ミミッキが すごい。結局ミミッキが最後きつくなって、いつも構築が解散ってなっちゃうんだけど。ゴリランダーから入んなきゃダメか。コータスがうざいけど。ハピー、カバーかな。で、ドリューズとパチンコドラゴンにゴリランダーが対面で、ちょっと頑張れなくはないはず。他の駒よりは。って思ってるんだけど、これしかないよな。いやー、コータスリザードン出てきてほしいな。そうすると、ハピでほぼほぼ、そう2体見切れるから、裏のゴリランダーとカバルドンで、相手のもう一体の攻め駒を見ればいい計算になるから、だいぶ楽なんだよな。マリルリーはやめてほしい。渦潮滅びの。まあでも、ゴリランダーが対面不利じゃないから、多分マリルリー側が引くんだよな。そこに宿りぎなりなんなり刺して、みたいな、無理をしたいけど。
はい、コータス。こいつあくびから来んじゃないの？まあ、おばひならおばひで、死削れてくわけだから、それは悪くないんだよな。身代わりから入ったろ。だなんなら3回身代わりして、おばひ、ザゴにして、っていうのでもいいわけだから、身代わりから入ります。あくび、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 あくび。おばひまあ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 、でもこれなら、いいよ全然。おばひがザゴになるまで、これで今等倍だからね。晴れてる、あれはあるけど一応。脱出。あー、オッケー、大学中退型コータスか。中退して、裏に引いていったけど。リザこれで。パチンコ。パチンコドラゴン。そのパチンコドラゴンなぁ、しんどいんだよなぁ。まあ、こだわってるなら美味しいから一回守るんだけど。何打ってくるかだよね。あー、ダイマ切るんだ。だったらカバンに引きたかった。ダイジェットってことでしょ？で、裏は多分リ、なんでこうリザから入ってこないんだ、こいつ。リザでもよかっただろう。リザじゃない？もしかして。ラスト。でもじゃあ、コータスをピンで投げる意味があるかっていうと、むしろリザピンで投げた方がまだマシだと思うんだけど。ダイマックス死ぬんだったら身代わり欲しかったわ。どんぐらい入るかな、ダイジェット。ジェットだよね。半分ぐらいで。ああ、そん、優しい優しい優しい。超優しい。ダイマックスはここで終了するわけだから。こっからカバで間に合ってほしいんだけど。まあ、グラスフィールドがあるからちょっとはマイルドなはずだけど、なんとかしろ。ちょ、ここ、裏読みで第3だ、第3だ、第3だ。ダイジェット。まあ、ダイドラグーンよりは全然いいか。ああ、そんなもん。オッケー、オッケー。うん。で、これ、アッキ食うから B1 ランク上がるから、そう、ダイマックスに繰り出せるんだったら、アッキは強いんだよな。ダイマックスなければ、普通に、なんていうの、後出しから再生みたいな技連打しとけば受かるみたいなことは結構多いから。あー、コータス、縛るんだったらコステロだな。制限できる。リザもまとめて、いじめれるんだけど、かといって、だよな。一回は怠けなきゃダメか。普通にそうだよね、殴ってくるよね。これは多分耐えるんだよね、割と余裕で。オッケーオッケーオッケー。ああ、まあステロ巻いてるほどの余裕はなかったな。ならこれが正解で、怠けて、よし、でもダイマックス潰せた。この頭おかしいパチンコドラゴンマジ叩き潰すからな、絶対。チビになるでしょ。こっからの激輪じゃ崩せないから、引くんだったら首打ちたいよな。ただラムがだるかったりするから、確実にリターンがあるの、捨てろか。まあ、ダイマックスないわけだから、捨てろからでいいと思うんだよね。ミミッキュがもう怖くない。あ、降参？やった。崩れなかったんだ、これ以外じゃ。やったー。ちょっと、こんな順位でこういうことしてんのもどうかと思うけど、ちょっと順位頑張って、上げれたら上げます。じゃあ、おっつ。